出前授業を受けたのは大分市の舞鶴小学校の6年生です。今日は大分バスの職員が先生になり、クイズを交えながらバスは環境に優しい乗り物だということなどを伝えていました。子どもたちはバスの運転手になるにはどうすればいいかなどと質問していました。バスのことをいっぱい知れてよかったです。いつも結構利用してたので、いつも以上に知識が入ってよかったなって思いました。この授業は県内企業などの仕事を紹介する大分のお仕事本の完成を受けて開かれたもので、お仕事本は県内すべての小学5年生に配られています。